G-Pit チャンネルのお時間です。東京本社の郡山翔です。よろしくお願いします。本日は、FTM のパスグッズ会で今大人気のソルナ・エスペランサのお二人にお越しいただいてます。お願いします。軽く自己紹介。はい。皆さんはじめまして、代表を務めさせていただいております井浦とわと申します。よろしくお願いします。お願いします。鈴木翔也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ緊張してさっきと大違い。確かに例えばカメラね、あれ相手にするとねダメちゃうね、固まっちゃうね。G-Pit のパスグッズを扱ってるショップの方で販売を開始させていただきましたパンツのご紹介の動画になります。ちょっと質問をいくつかしていきます。はいはい。なんでこのパンツを作ろうと思ったんですかね。簡単に言うとオペを終えて鍋シャツがいらなくなって上のもっこりが気になってたけどなくなったけど、はい、下のもっこりがないことが今度気になり始めちゃったっていうところかな。はい、うん、それでもともと自分が持ってたボクサーパンツに、これと同じような機能を自分で作ってみて、うん、そうでそれまで持ってた他社さんのね中身を入れてやってみたらめちゃくちゃ良かったから、うん、ちゃんと形として作りたいなって思った。うん、男性社会にこう入って生活してる中で、うん、コミュニケーションの一つみたいな感じで、うん、結構ボディタッチが多くて、うん、僕も何回かヒヤヒヤしたことあって、そういう時には便利ですよね。そうだね、うん、あともう水でね遊ぶ時系ね。そうですね、うん、上がったらペタってなりますよね。そうそういう時とかやっぱり着替えパンチになれるからこれね、きっかけとしてはそういう感じかな。うん、うん、今大体どれくらいのお客様がユーザーとして総数は分かりやすくでも言うと1日で10件いけばいい方かな。波がありますけど、やっぱり新作から遠のいてる時期と新作出たばっかりの時期だとすごく全然差が出ますけど、今歌舞伎町のボクサーパンツ専門店に置かせてもらってるんだけども、そこの店長さんが9割ストレートの男性が買ってくれてるっていうことで報告もらってるから、 FTM のなんか専用パスグッズみたいな感じになってるけど、まあ、今でこそなんだもう全然そんなん関係ない普通のなんかボクサーパンツとして世の中で今発信されてるっていうのをすごく実感してるかな。そうですね、うん、一概にお客様が全員が FTM とは言えない。例えば機能ついてないボクサーパンツもうちは取り扱ってるんですけど、ポケットありでもいいっていう。全然そう別になんか入れたいものあったら入れればいいでしょ。そうあれがまたいないと思うんですけど、いただきます。ないわ。単純にどんなブランドか知らなかったけど初めて見たけどデザインが気に入ったから買うっていう感じの方たちもたくさんいらっしゃいます。デザインっていうことが出たので、デザインいくつか紹介してもらってもいいですか。はい、お願いします。もう見るからにベルトまでしっかりド派手になってて、腰からチラって見えてド派手っていう。最高最高。チラって見えた時にもおしゃれにっていうのもCMに入れて、これは縫製の職人さんの粋な計らいで縫った糸までレインボーになってるんです。すごいよね。ちなみにこれ中に今入れてます。何がとは言いません。でこれは今度ペイズリー。ペイズリーここ何年か結構流行りで。そうだね、これね長いこと好評いただいてる柄かな、デザインかな。定番になりつつあるっていう。そうだね。でもこれが一番うちらの定番かな。うちのね定番で、このベルトのカラーだったりこのボディのカラーをいろいろ変えて、こういう色のバージョンとかで結構歴代出してるうちで、多分この赤黒が一番人気かな。そうだねそうだね。ちなみに僕今今日これありがとうございます。そうだね。あ、本当だ。いいね、いいね。ありがとう。ありがとうございます。で、これは特別な、デザインなんだけども、このデザインしてくれた方は FTM さんで、そういう人たちで、しっかりこう作り上げていきたいっていうのにこだわりで、だからそのデザインをお願いしていて、このちょっと説明をお願いします。はい、トランプをモチーフに、トランプをちりばめたようなデザインにしてまして、はい、中にキングがこう詰め合ってたりとか、キング同士がね、ああなるほど、中のトランプで、うん、クイーンとキングが一つのトランプに入ってるのもあるし、うん、クイーン同士がお花を渡し合ってる、っていうところで、この赤いベルトよく見てもらうとこのツタが張ってる、うん、この花言葉じゃないですけど、うん、恋愛だけじゃなくて友愛だったり、うん、家族愛だったりする、うん、愛の総称みたいなとこがあって、うん、まあこれが恋愛だけじゃなくて、うん、友愛でもあるし、うん、家族愛でもあるし、愛の多様性かなっていうのを、うん、こう一つのパンツにいろんな愛の形でね、そうそうなんです。そうなんです。一個一個なんかやっぱ自分らのそういう思いをね、思いとかストーリーを込めて一つ一つ作ってるかな。今もう売り切れちゃったんですけど、普通にもっこりしないレディースを、もうちょっと浅めなんですね。そうですね。こっちがメンズで、こっちがレディース。こんな派手なベルトもちょっとしっかりめの派手なレディースボクサーって実はあんまりないっていうお声をいただいて、だから俺は奥さんとお揃いで入ってます。そうですね。うちこれ今紹介してると派手なもんばっかりだよみたいな、いうシンプル好きな無地が好きだよっていう方に向けた、この綿素材だったり、いろいろ生地変えて、そうそう、あとアレルギーがね、意外とねあるって方もいて、そうゴムだとかこの生地自体、そうこのゴムは内側に綿を少し張ってるので、このゴムにもかゆみを軽減するための作りができてて、まだ注射をしたくてもできない方とか、注射を選択しない方とかに向けたちょっとサニタリーが。にしてまして、じゃ鼻ありのナプキンとかそうつけられる、固定ができるように、でも形はメンズボクサーで、ちゃんともっこりもなるよって、中に本当だなるよっていう、そういった製品すごい機能がついてます。今ねいろいろちょっと品切れもあるけれども、そうですね、基本は売り切れたらそこで中止で打ち切りで新作をどんどん出していくよっていうスタイルをやらせてもらってるんで、売り切れたらもうそこでおしまいっていうことに。じゃあもうまさに本当早い者勝ちっていう感じですか。結構心苦しくなってないんですかとかやっぱ問い合わせいただくとね、ああと思うけど、でもやっぱり中にもやっぱりこの声がやっぱすごく多いものに関しては復刻させることも中にはあるかな。サイズ展開とかってどれくらいのサイズの種類があるんですか。今はね、ナイロンタイプのツルツルの方は S から L、 こっちが今のところサイズが豊富で S から SL まで、でも今後はサイズ展開をもっと豊富にっていうのを今進めてやってます。はい、僕が今身長160の70キロあるくらいかで、エールがジャストか、160なくて今75ぐらいですか。でエールジャスト、なるほどね。エールがそのぐらいだね。俺が158の69ないくらいだからジャストかな、エールが。でもね、履けるっちゃ履けるの、L も S も中身がやっぱりブカブカなのを履いちゃうと遊んじゃうからっていうのもあるし、そうですね。だからできる限りは自分にジャストか少しタイトめで履かれることを勧めるかな。初めて購入するっていう方とかは大体サイズの目安はどんな感じで選ぶの？しっかりした規定のない中に収めるように法律もね作ってるんで、一般的な M サイズだったり L サイズと同じ見てもらっていいかっていう。じゃあ普段 M 履いてたら S パンも M でいける、いけると思う。ただ激しい運動とかしたくてやってる人はS でタイトで履いてみてもいいんじゃないかなと思う。その中身が遊んじゃうから。ああ、そっかそっか。この柄物の生地は特に伸びる、すごい伸びるんで、これは少しちっちゃめでも全然問題なく、メッシュっていう生地のだとちょっと固めだったり、生地が固め、その代わりしっかり安定した。だから生地によっても若干サイズが、だからメッシュとナイロンと綿で全部同じ S を買ったとしても体感が違うから、最初はご自身が履かれてるサイズと同じものを買ってみていいんじゃないかな。はい、それでいいのかなと思います。はい。